世界の幸せを願い祈る姿、それが世界の感動を呼ぶんだよ。プノンペンの奇跡。ネパールは世界で2番目に水を保有する国家と言われている。でもね、そのネパールの人たちは水がなくて困ってるんだ。1951年9月8日サンフランシスコで署名。1951年に開催されたサンフランシスコ講和会議で一応の戦争状態が終結した。講和会議の翌年52年には当時のカンボジア国王シハヌークが来日されたんだ。シハヌーク国王は敗戦後、昭和天皇を励ますために誰よりも早く来てくださった初めての国王だったんだよ。昭和天皇も皇居に茶会に招き、熱くもてなしたんだよ。その時から2年、1954年にカンボジアは日本への賠償請求権を放棄した。この賠償請求権の放棄が大きな意味を持っていたと思うよ。戦後すぐの日本は貧しく、アジア各国からの賠償に苦しかった。またその時のカンボジアもフランスから独立を勝ち取ったものの、貧しかったカンボジアが賠償請求権を放棄したことは、アメリカ、イギリスなどの国々が賠償放棄する流れにつながり、日本の復興のスピードを上げることにつながったんじゃないかなって思います。翌年の55年にシハヌークが再来日したんだよ。この時戦後日本が初めて外国と友好条約を結んだ。それがカンボジアだったんだ。カンボジアには世界遺産のアンコールワートがあること。その王朝時代は旧石器から数世代にわたり続いたことが知られているけれども、それ以外では世界で知られているといえば、悲しい時代、1975年から1979年の4年弱の辛い時代があった。約800万人の国民のうち200万人とも言われる人々が虐殺に遭い、国は荒れ崩壊してしまった。その時にカンボジアを救うために駆けつけたのが日本の自衛隊だった。地雷を撤去して道路を整備する、これはカンボジアの人たちに希望を与えることになったんだよ。献身的に働く自衛隊員を見て荒れ果ててしまった。カンボジアの道が自衛隊隊員のおかげで蘇っていく、その風景を驚きと感動と興奮で見ていたんだ。彼らは日本がなぜあの大戦で国道もボロボロになり、貧しかった日本があっという間に世界の経済大国まで登っていったのか、自衛隊の姿を見て理解した人たちがいっぱいいたんだと思うよ。日本にレスペクトしているんだよ。彼らはこう言うんだ。日本が私たちの見本であり希望である。こんにちは、日本大好き外国人のマストラです。チャンネル登録がまだの方は、新しい動画を見逃さないようにチャンネル登録をよろしくお願いします。ツイッターもやってます。説明欄にリンクを貼りますので、ぜひフォローしてください。今回はね、こちらの著書、日本はなぜアジアの国々から愛されるのか、池間哲郎扶桑社文庫、こちらの本、それと世界が称賛する国際派
日本人伊勢正臣育法者参考にして皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。カンボジアの千リエル紙幣の裏側には日本カンボジア友好橋工事の図柄が印刷されているんだよ。この橋はね、1966年に日本の援助によって作られたんだよ。さっきも話したカンボジアのスライ・ポルポトの時代に橋は壊され、20年近くひどい橋の状況だったんだ。シハヌーク前国王が橋の修復を日本にお願いし、それに対して日本は無償援助によって工事をしてくれたんだ。喜んだ国王は開通式のスピーチでこう言ったんだよ。日本の善意によって架けられた橋なのだから、この橋を通る者はきちんとコースルールを守ろうとスピーチしたんだ。海外の友達はみんな驚きます。コースルールを日本人が守っていること、日本人の普通はすごいことが多いんですよ。未だにバスの窓から飛び乗るとか、バス停で止まらないとかね、いろいろ。シアヌーク前国王は1952年に昭和天皇励ますために日本に訪れた際、日本人のコースルールを守る姿も見ていたんだろうね。国の発展には治安がとても大切だから、日本からぜひとも学びたいと思ったんだよ。カンボジアではこの日本との架け橋になった、この橋が作られてからコースルールを守る人たちが増え始めたとも言われているんだって。日本カンボジア友好橋は建設された時に日本人エンジニアたちの命がけの戦いがあったんだ。そこにはポルポート時代の地雷や不発弾との戦いがあったんだ。そしてゲリラからは日本人の殺害予告もあった。それでも逃げずに彼らは橋を作り上げたんだよ。それはカンボジアに平和と発展が来ることを願い、命をかけて日本人が橋を完成させたんだ。これ以外にもカンボジアで飲み水に困っている、それを助けたんだよ。日本人からすれば何のことって思うかもしれません。飲み水に関してはカンボジアだけではなく、発展途上国ではほとんどの国が困っているんだ。日本のように水道水が飲めるというのは本当に数えるぐらいしかないんだよ。だから日本に来る訪日外国人の多くは必ず飲食店に入ると、日本では暑い夏など氷が入っている水を出してくれるよね。これは日本人のおもてなし、優しさで無料で提供されている。初めて日本を訪れた外国人の多くはこの無料で水が出てくることにも驚くし、また氷が入っていることにも困惑することもあるんだ。自分の国では安全できれいな氷を出されるということが経験したことがないんだよ。正直マレーシアだと業務用に売られている氷も私は信用できないと思っているんだ。どんな水を使っているのかを見た時あるしね。だからこそ日本の水道水がきれいで安全ということが想像もできないんだ。はっきり言ってしまえば、ある国のペットボトルに入っている販売されている水の安全基準よりも日本の
水道水の安全基準は高いレベルできれいな状態なんだよ。そう、例えばね、ネパールは世界で2番目に水を保有する国家と言われている。でもね、そのネパールの人たちは水がなくて困っているんだ。それは一番大きな都市カトマンズさえも水道から水が出るのは夕方のわずかな時間だけしかなくて、みんな水を手に入れるのに非常に苦労しているんだ。だから日本では水道水はもちろんそうだし、シャワーの水も勢いよく出るし、トイレの水だってきれいだし、掃除で使う水もきれいだしね。まさか飲める水であれほど大量の水が使われているなんて信じられない国もある。だって今話したことだけど、世界で2番目に水が多いと言われているネパールでさえも飲める水がなくて困っているって話したよね。これはね、どれくらい川や湖、地下水があってもその水が飲めるように浄化する、浄水する力がなければ安全に水を飲むことさえできないんだよ。私の生まれ育ったマレーシアだって水道水は飲んではいけない水。恥ずかしいけど、私の田舎に帰った時、ちょろちょろとわずかばかりに出るシャワーという名の冷たい水、お湯は出ないんだ。マレーシアでも朝とかはさすがに寒いんだよね。それもね、実家のシャワーの水を浴びると皮膚炎になってしまうんだ。本当に恥ずかしいけど、ちょろちょろ流れるその水は透明とは言えないし、オレンジっぽいんだよ。東南アジアの中では水道水を飲むことができる国がシンガポールとカンボジアのプノンペンなんだよ。ちなみにシンガポールは国土が小さいから深刻な水不足で困っているんだよ。各地には貯水池があるんだけれども、国民全員を補うための水は足りない。だからマレーシアから原水を買っているんだ。シンガポールのすぐ隣にあるジョホール海峡にパイプラインを通して、シンガポールがマレーシアから水を買っているんだよ。だけどね、マレーシアとシンガポールは関係としては微妙なところもあるんだ。もともとはシンガポールはマラヤに属していたしね。そうそう、カンボジアのプノンペンの水、実はこの水はね、炎上しているのが北九州市なんだ。これは世界的に知れ渡っていることなんだよ。北九州市地方の行政がカンボジア首都であるプノンペンの水を支えているんだ。本当にすごいことだと思うよ。プノンペンの奇跡、北九州市ありがとう。水問題といえば、連帯の象徴となられている天皇陛下皇太子時代に、国連の水と衛生に関する諮問委員会の名誉総裁をお務めになったんだ。過去動画でもこの話を取り上げたよ。こちらの動画もまだ見てない方はぜひぜひ見てくれると嬉しいです。天皇陛下の皇太子時代、62カ国国を回られているんだよ。そして2009年トルコで行われた世界の水問題に関わる国際会議で講演をされているんだ。民の幸せを虫の心で祈るという皇室の伝統精神を通じて、水問題に取り組む世界の人々の連帯の象徴と
なっているんだよ。それはこんなところにも届いているんだ。本当にすごいなと思います。ある日本のジャーナリストが水問題の海外の専門家に情けない質問をしてしまい、こんな答えになってしまったんだ。海外での皇太子殿下の評価はどうかと質問したんだ。するとその専門家はこう答えたよ。どうしてそんな質問をされるのか。それは愚問というものだよ。皇太子殿下への高い評価は日本人だけが知らないのではと半ば呆れられたんだ。こういう恥ずかしい人が海外で日本のジャーナリストとして必死になって日本を咎めようとする、本当にやめてほしいよ。世界水フォーラムを運営している世界水会議のロイク・フォーション会長は記者との会見で、皇太子殿下のご存在は水の分野におけるオウムテタだと述べたんだよ。このフランス語のオウムテタ直訳をすれば、フランス語で政治家という意味だけど、ロイク・フォーション会長は皇太子殿下は政治とかそういったものを全てを超越した立場から無私の心で祈るという皇室の伝統精神、そしてすでに世界の人々が平和で幸せであってほしいという願いを純粋に思っていることを感じていたんだと思うよ。だからその恥ずかしいジャーナリストにあまりにも情けない質問をすることにがっかりしたと思う。この世界の水の問題に関して世界の総長たる存在なんだね。日本のマスコミは残念ながらこういったことにはあまり報道をしないのかもしれない。今年2月天皇皇后両陛下は世界の水をめぐる国際会合にオンラインで出席されました。両陛下はお住まいの赤坂豪所でメモを取りながら熱心に耳を傾けられた。そして陛下はこうおっしゃった。私の視野を広げてくれた水に感謝しています。私は恥ずかしい、さっき話をしたジャーナリスト、その失礼すぎる質問、会議に対して、陛下に対して私は嫌な気持ちになっていたんだよ。でもね、陛下は違うんだ。すべてを超越した立場から無私の心で祈っているんだ。そしてすでに世界の人々が平和で幸せであってほしい。という願いなんだよ。私は陛下のいる日本で暮らせることに感謝します。ありがとう、マストゥラ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッター応援もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。